かった人でもなんかもうなんか諦めないで頑張ってほしいと思いますね。第13回ジュノンスーパーボーイコンテストグランプリ、井崎祐介さん、そして審査員特別長、井崎久子さんです。お疲れ様です。ちょっとめっちゃきついっすよ。本当にきついっすよ。どうですか自分で。いや恥ずかしいっすね。ジュノンスーパーボーイ祐介さん頑張れた。どうもこんにちは、小林新平です。と今日はと第20回のジュノンスーパーボーイコンテストのゲストにお呼ばれして、さっきトークをしてきました。今コメントの前に楽屋で伊崎先輩に会って、やっぱりジュノン大先輩でもあるので、なんかだからすごい今まだ緊張がついてますね。緊張がほどけた後にまた伊崎さんに会ってまた緊張になっちゃったみたいな感じですね。22日からビジョンキャストのキュービットクラブというドラマがありまして、それに僕は出演させていただいてます。そちらを見ていただけると嬉しいので、ぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。どうもタウビーグブラザーズです。伊崎雄です。今日はジュノンボーイコンテストということで、もう俺らがジュノンボーイコンテスト出てから何年くらい経ちます。1年8年くらい。何年7、8年。今2000年ですよね。2000年2007年よ。まあでも良かったですね。何年経ってこのきっかけがあって、まあこれがなかったらまあ俺らもねこの場に立ってないわけですから、不思議ですね。不思議なもんやね。毎年来てますけど、うん、毎年そういう気分になりますよ。とまあね、歌手になるかあれになるか分かんないですけどね、それからも頑張って行ってくださいよ。はい、うん、まあ僕らもなんかこう憧れられる先輩にもなっていかないと、それがまずいですね。どん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 年をごとにね、そういう風になっていけばいいかなって、うん、今はもうジュノンボーイだったって言われることの方が驚かれますからね、うん、みんな知らない人はね、僕らジュノンボーイってこと。そうですよ。まあ言ってないですからね、ジュノンボーイですよ、うん、まあだからまずはそこですよね。だからその何年に受賞しました的なものを乗り越えるとか始まるんじゃないですか、うん、まあ、うん、頑張ってください。ほんと行こう。ほら頑張っていこう。はい、ありがとうございました。